高古海岸高古海岸の一行、古海岸高古海岸、佐々木浜高古海岸は、茨城県高萩市にある海岸。高萩市内の複数に分けられる海岸地域の一つであり、高堂浜海岸とも呼ばれる。同海岸は、茨城県立の海外公園にも指定され、日本の渚百選にも選定されている。高萩市の海岸地域は主に、有明海岸、高古海岸、 赤浜海岸の3地域に分けられ、同海岸は3地域の中央付近となる。3地域の海岸は、計約 6.2km にわたり、その中でも同海岸は一番狭い地域である。また、これらの砂浜に沿って、海岸特有の黒松林が帯状に伸びている。夏の時期には、海水浴場として、市内外の多くの人に親しまれている。また幼稚園、小学校の足、 バーベキューなどに利用されている。有明海岸、赤浜海岸よりも砂浜が少なく海食断崖の入り江が多い箇所で岩場がちな場所であるため、海水浴には十分な注意が必要である。1996年に日本の渚さ百選の選定を受けた。茨城大学の村上明によれば、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、 海岸崖が崩落し、岩石で海外公園の一部が埋まった。この崖の崩落は剥離崩壊である。2016年に開催された、県北アート2016茨城県北芸術祭では、この地に、スッシリープイオックの彫刻作品、ソウルシェルターが展示された。高萩市の海岸の近隣には、日本唯一の迂回のための海魚の捕獲許可地のある、日立市石浜海岸。 継承地として知られる、北茨城市市浦海岸がある。ありがとうございます。